官兵殿が船員を手配してくださった。わしは大阪におられる家康様へ石田方の動きを伝えに参る。早速毛利へ向かう長政殿と共にリーフデ号で大阪に向かうことにいたぞ。 噂に聞く海坊主、いかに御主とて歯が立つまい。リーフデ号もひどい有様じゃ。ひとまず秋によるとしよう。長政殿は親族にあたる平岡頼勝殿の調略に出向くとのこと。船が修理されるまで身動きは取れぬし、毛利の調略を手伝ってくれ。 またどうぞ。
Thank you.
ことか。この惨状、早く殿に伝えねば。最後にお天道様が見てえな。
必要じゃが、ここまでとは。